今年5月に結婚を発表した俳優の高橋一生さんが幼少期の驚きのエピソードを明かしましたジャケットスタイルの高橋一生さん日本を代表する建築家熊健吾さんが外観デザインを手掛ける川崎市武蔵小杉の再開発プロジェクトの記者会見に出席しました 今年5月に俳優の飯豊まりえさんとの結婚を発表した高橋さん結婚後初の公の場で上がった話題はご趣味が登山でいらっしゃると伺いました、はい、山登ってます暇さえあれば幼少期から自然が好きだったということでとても好きでしたね自分が住んでいるところも当時は赤坂に住んでいたんですけれどあの割と御所勤めの人たちだったりとかの 猫さんと僕は同級だったのでそうなると5章の中入れちゃうんですねこんなこと言っていいのかどうかわからないですけど <laughs> <laughs>